イザベルド・ポルテュガル。イザベルド・ポルテュガル。1397年、2月21日から1471年12月17日は、ウルゴーニュ公フィリップ三世、全両公の3度目の日。ポルトガル語名ではイザベル。ポルトガル王女案一世と、王妃、フィリパ、ランカスター公ジョンオブ・ゴーンとの娘の次女。ブラガンサコアフォンソ一世は、イボアニ、ドゥアルテ一世、コインブラ公。 ペドロ、エンリケ公会王子は、ドーボアに、ポルトガル軍総司令官、ジョアン、フェルナンド聖王子は、ドーボって。ポルトガル王ジョアン一世と、王妃、フィリパの次女として、エボラで生まれた。彼女の姉妹たちは一歳未満で創生したため、実質的な一人娘であった。リズボンの宮廷で、ドゥアルテ一世、エンリケ公会王子、フェルナンド王子ら優秀な兄弟たちと共に育てられた。 両親は彼らが健康であるだけでなく、学問ができることを願い、子供たちに外国語、数学、科学を身につけさせた。また、王女であるイザベルにも、兄弟たち同様政治を学ばせた。イングランド王女である母の影響から、彼らはイングランドー期に育った。1415年、いとこのイングランド王ヘンリー五世との縁談が持ち込まれた。ポルトガルを味方に引き入れ、 フランスに対抗するためである。イザベルは18歳の結婚的霊期だったが、この婚約は成立せず、以後13年間イザベルは縁談を承諾しなかった。同年、母フィリパが国死病で休止した。賢女で、名高い王妃の死に、宮廷は悲しみに暮れた。1428年当時、ブルゴーニュ公、フィリップ全領公は二度の結婚を経験していた。 最初の妻ミシェルドフ・フランス、シャルル六世とイザボード・バビエールの娘は遺伝性の精神病を患っていた。二度目の妻ボンヌ、ダルトワはかつて父方のオジヌベールハクフィリップ二世の妻であった。どちらとも私別し着手が得られず、三度目はイングランドから迎えたいと全良校は考えた。ミシェルとボンヌはフランス王族だったが、三度目の妻を得ることで、 イングランドとの同盟関係を強固にしたい思惑があった。全両校が注目したのはポルトガル王女イザベルだった。当時の結婚適齢期を過ぎた31歳ではあったが非常に知性的でかつ健康で多産系の家柄であることが目を引いたのである。ポルトガルはイングランドと同盟する以外にもフランドル商人と同盟することになるとこの縁談を喜んだ。なお、 全領港の成果である、バロアイコールブルゴーニュ家は断絶した、カペイ家系、ブルゴーユ家の名跡を継いだ家系であるが、ポルトガル王家は、カペイ家系ブルゴーニュ家の分家であった。1429年に結婚し、イザベルは、ブルゴーニュへ旅立った。船旅と徒歩の旅をして、翌1430年1月に船が、スロイスに到着、ブルッヘで全領港と結婚式を挙げた。 同時に、金曜毛騎士団が設立。ディジョンに入ると、夫は彼女を連れて、寮内のヘント、ディール、ブルッセル、アラス、ペロンヌラ、諸都市を巡った。道中に妊娠が分かり、宮廷にようやく腰を落ち着けてみると、夫は、中世の常のごとく,く多くの愛称を抱え、真に生まれた諸子たちを養っているのだった。ちなみに、妊娠中の6月に、ノワイオンで監禁中のジャンヌダルクに、 夫と共に面会している。1430年12月、イザベルは、クーデンブールで、第一子アントワーヌを出産した。見るからに、清和な赤ん坊だったアントワーヌは創生した。1431年秋に、再度の妊娠が分かった頃、フランス王シャルル7世がディジョンを攻撃していたため、全領校は、クーデンブールから離れていた。この時、 夫の不在時に代理として、守備を固め、王軍の攻撃を乗り切ったとされる。1432年に、次男ジョゼフを、1433年11月23、ナンシャルルを産んだ、イザベルの孫で、シャルルの娘であるマリーの夫神聖ローマ皇帝、マクシミリアン一世は、イザベルの兄、ドゥアルテ一世の孫で二人は、またいとこ妹である。イザベルは自ら、 シャルルの養育にあたり彼の人格形成に大きな影響を与え、真面目な反面人間不信で粗暴な人物になっていった。全良公とイザベルの結婚は、イングランドとの関係強化にならなかった。イザベルのいとこにあたるベッドフォード公ジョン、ヘンリー五世の弟は、全良公の妹アンヌと結婚していたが、全良公の結婚に出席せず、 ブルゴーニュとイングランドの関係は徐々に冷え込んでいったのである。1432年にアンヌと死別したベッドフォード校は、翌1433年にジャケットド、リュクサンブール再婚、そのことで全領校と一層疎遠になった。イザベルは芸術家と詩人に囲まれた華やかな宮廷の女主人であり、政治面においては夫に最も影響を与えた女性であった。 主に外交面で手腕を発揮。1435年に、アラスでイングランドフランスブルゴーに講和会議が開かれると、夫と共に出席、イングランドが退去し、フランスブルゴーに浮かんで、アラスの和訳が成立すると、イザベルはシャルル7世から、両国の和平に尽力したとして4000ポンドの年金を送られた。一方、イングランドが報復として、 フランドルを攻撃すると、ここでも朝廷に出て、イングランド・ブルゴーニカンの和平会談を整え、1439年の九戦協定締結に一役買った。夫の性的で、イングランドに捕らえられていたオルレアン公、シャルルの釈放にも、尽力、1440年に釈放された、オルレアン公は全領公とは僕て彼の名マリード、クレーブと結婚した。夫の死後シャルルがを継ぐと、 フランスへの対抗で、イングランド・ブルゴーニュ間を結ぶため、シャルルの三番目の結婚相手に、イングランド王エドワード四世の妹マーガレット・オブ・ヨーク選び、1468年に挙行された結婚式に出席した。ポルトガル・イングランド・ブルゴーニュを繋ぐことが狙いだったと、される。3年後の1471年に74歳で、亡くなった。 ポルトガルとブルゴーニュの縁組は両国に利益をもたらす結果になった。当時のポルトガルはエンリケ公会王子のもとで公開事業が発達していたから、ブルゴーニュは国の使用産業である毛織物の場が拡大したばかりではなく、国内に東方、オリエントの産物がもたらされた。逆に、ポルトガルにはフランドルの洗練された文化がもたらされた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。